こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRG でーす。今週一緒に勉強したいと思った曲はキングプリンスのシンデレラガール。君はシンデレラガール My precious one You are the only flower heroine どんな時もずっとそばで眩しいその笑顔見せて。やがてシンデレラガール My 頬が溶ける日が来たっていつになっても、いつになっても僕は君に守り続ける。 Oh yeah。 これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はキングプリンス、キンプリと言います。2019年から活動をしました。レーブルはジャニーズユニバーシャルと事務所はジャニーズです。ミスターキングとプリンスは3人ずつメンバーがいましたけど、ミスターキングは平野翔、永瀬廉、片橋海斗3人で、プリンスは岸優太、神宮寺優太、岩橋元気さん3人でしたけど、 YouTube バザンで新しく出た理由は、今年5月にキング&プリンスの結成3周年記念のために、5月30日まで今までのシングルの MV が1つずつアップロードできました。じゃあ、いきます。いきます。잘생겼다이거보니까황태자루돌프오표절이그느낌딱나더라고이거진짜중독성있어 계속이게맴돌아세븐형같죠세븐형같은거생각했어최홍기그냥아무간단하게예쁘게잘외우기쉽게진짜잘만든것같아응사비가라후쿠가사이주가라대때약간오보에야스이이간지나교크다또약간오모아레르요니시다또오모에마스J-POP 的な特性っていうか、まあ、音楽的にもちょっと透明で綺麗なサウンド、まあ、例えば K-POP だったらなんかキックとかベースとかブンブンブンするんですけど、あんまり低音が響かないんですよ。ブンブンブンしない J-POP アイドル曲の特性だと思います。それと背景と結構似合う感じでおしゃれなサウンドじゃないんですか。メロディが始める前にダラ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 っていう上り系のストリングスフレーズで結構心がワクワクする感じをさせるのが J-POP の特徴だと僕は思ってます。そうですね、되게 뒤에서 배경을 많이 쏜다 약간 후광 느낌으로 여태까지 본 뮤직비디오 중에 제일 화려한 것 같아요. 세트도 그 영상도 그 꽃보다 남자오궁이게꽃보다남자아궁궁난궁아궁도생각난다이게꽃보다남자의스피노프드라마주제가였대요아그래서약간그느낌이나는구나여기만어진짜계속머리에나고지금보면이제색깔을하나씩띠를하고있잖아근데스톤즈도그때우리자니지스톤즈도똑같은데각자만의색깔을하나씩다들고있대멤버들마다그왜그런이야기들 하는데일본사람들이이로가지가또이런말들하잖아그런이미지가색깔로딱뭔가정해져있나이런생각을하게되더라고이게이멜로디가그룹이나밴드니까할수있는거거든요혼자서하면되게어색할거예요 Sunshine, Sunshine 이렇게못해요사실1人でそれ歌うと多分できないと思います。それとこの曲を全体的に聴いてみると後ろに
トン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 っていうシンセの音が入ってるんですよ、うん、楽器とか構成が全部変わるんですけど、それだけはずっとトン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 って流すのが多分曲に一体感を与えるため の、 そのなんか方法じゃないかなって。あ、その方法もあるんだ。ピアノさんがちょっと疲れるかもしれませんが、どうと思いますか？聞きながら寝るかもしれない。여기서도야띵띵띵띵띵이소리들었는데계속그도마책생각나는거있잖아、네、디즈니만화같은그런그게막나올것같고주전자가막말하면서걸어나올것같은느낌잘생겼네아진짜잘생겼다지금으로따지면약간차은우같은느낌도막나긴나는것같아오스트링인가요역시마지막에다때려박네약간많이이게되게많이완벽하더라고요드라마도꽃이들어가서그런꽃도엄청뿌리고그냥귀티가많이나네진짜그래서 킹프린스인가아그러네애초에귀족그런로얄패밀리일수밖에없네고급지게보이게아니이거여성분들이이가사들을되게좋아할것같아요그치 언제나약간이끝준이나때문우리가사생일도있잖아 오샤레でした오샤레でした どうでしたか？これ見ながら僕は男ですけれど、なんかプリンセスになって姫様プリンセスになったみたいになんか感じれるように。K-POP と確かに違うかっこよさが比べるのができるのが本当に面白くて、僕はジャニーズのパワーがちょっと感じれました。でこのドラマのテーマとグループのテーマに合わせて MV と曲を作ったのが本当に計画的に作れた感じなんですけど、それも一つの J-POP の魅力っていうか、感じる曲でした。ジャニー喜多川さんの生涯最後にデビューさせたグループでして、多分その活動とか MV を見てキンプリの人気を見たら楽に出れるかなと思いました。そうですね、それが去年かな、19年だと歴史的なことでしょ。僕はそのなんか曲を見て、シンデレラはなんか絵本で出るケルトなんですけど、パンダッチでもいいかなと思いました。普通の恋愛じゃなくて、なんかパンダッチのために作った曲じゃないかなも思いました。なんかこれから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。君はシンデレラガール、マイフレンド。